ヘンク1、ニクラブブルージュジュピラー、ロリーグ第4節、ジュピラープロリーグ、ルギー一部第4節、ヘンク対クラブブルージュ、現地時間30日に行われた。ホームのヘンクが1、2、敗戦を喫した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュー、8位のヘンクは、昨季のリーグ王者クラブ、ブルージュをホームに迎えた。ヘンクに所属、る、日本代表 MF、伊東純也は4試合連続のフル出場、果たした。先制したのは、クラブブルージュ。22、セカンドボールを拾ったデニスが、右サイド、突破。そのまま中央にクロスを送ると、バナンが頭で合わせ、ゴールネットに突き刺した。36、伊東が、中央から、右サイドのメーレにパスを、9。メーレは中央に、グラウンダーのクロスを、ルと、こぼれ球を伊東が右足でシュート。これ、ゴールの遥か上を越えた。ヘンクは後半開始、ボンゴンダが PK を奪うが、この PK を、デセルスが蹴ることができず、同点のチャンスを逃した。もう一度ボンゴンダが PK を奪うと、今度はボ、ゴンダ自らが決め、ヘンクが、同点に追いつい、その後、1-1のまま試合は、進んでいたが、クラブ、ブルージュが勝ち越しに成功。左 CK からママド、バジが、頭で合わせ、ゴールネットを揺らし、結局試合はこのまま終了。ヘンクは1-2でクラ、ブルージュに敗戦を喫した。敗れたヘンク、今季初黒星となっている。得点者、22分0、1バナケン、クラブブルージュ61分1、1ボンゴンダ、ヘンク83分1、2ママドゥバジ、クラブブルージュ、両。